GUI ウィジェットのタブによって表示するリソースを変更する文字ら Firefox。表示されているウェブサイトにもタブの概念が採用されている。タブとはドキュメントを切り替えて表示するための GUI、ウィジェットである。一般的には長方形のボックス中にテキストラベルを表示する形で画面上部に表示され、タブの選択により管理するドキュメントを切り替えて表示させる仕組みとなっている。 一般的なものは非アクティブタブと視覚的に区別するためアクティブタブがハイライト表示されるようになっており必ずどれか一つのタブが常にアクティブとなる仕組みが多いこのタブという GUI は本の作品やフォルダ管理に使われる紙タブを発送に作成されたものでありユーザーインターフェースの利用をスムーズにするために利用されるタブ方式のインターフェースのことは タブドドキュメントインターフェースと呼ぶ。Wikipedia に見られるタブ GUI、ウィジェットでのタブという概念は、ウェブサイトのビジュアルデザインでも採用されている。別の URI に用意されたリソースに、ハイパーリンクで移動させるものや、ウェブブラウザ側に、すべてのデータを渡しておいた状態で JavaScript などのスクリプト言語で HTML 等を書き換えることで実現しているもの。 非同期通信でリソースを取得する Ajax を用いたもの、Adobe Flash を採用したものなど様々な実現方法がある。ありがとうございます。